皆さんこんにちは、アシタント背景美塾の前田クスです。今日はクリスタ質問背景美塾、中野先生お願いします。はい、はい。で、あのね、ちょっとこう、あのクリスタいろいろ知るわけじゃないですか。いろいろ知っていくと、ページ管理でこうページが今ほらずらっと並んでるじゃない、でそういうのすごい便利なんだけども、そのページって何ページぐらい並べられるっていうの、なんか決まってるんですか？はい、それ実際にやってみたいと思います。まずは実際のページの作成は左上のファイルから新規、で新規作成のところで作品の用途のところ、例えば左から2番目のコミックとかを選択してみて、で下側のこの複数ページというところでページ数の設定ができます。でここなんですけども、一応最大は100ページになります。100ページ並べられると。はい、そうです。これもし仮に150とかを入力したとしても、強制的にいけねえよそんなと。はい、なりますので、なので100ページが限界。なるほどね。じゃあまあ100ページ以上の場合はちょっとこうごめんねって感じになっちゃうと。はい、ただし、ちょっとですね、これにはまだ話があるんですね。まだ話は先が長いと。はい。なので、この後実際にもうちょっとやってみたいと思います。なるほど。ちょっと気になりますよ。はい。はい、その100ページ以上入力するとダメだって今言われてしまったわけですけども、じゃあどうやってその100ページ以上に行こうっていうことになるんですか？はい。まずはですね、まあ、100ページなので、ね、実際にまずページを作成します。複数ページ、はいはいはい、で今とりあえず8ページ分作ってあります、まずは方法としては、左上のですねメニューバーのページ管理から行います、はい、このページ管理という項目のところでまずは追加したいところの一番最後のページ数などを選択しておいて、あとはページ管理から、ページ管理からこのページの追加括弧詳細というところがあります、はいはいはい、でクリックすると、このようなページの追加括弧詳細という画面が表示されて、原稿サイズですとか、あとはここですね、見えますでしょうか、ここにですねページ追加ページ数という項目がありますので中野さんがすごい体勢になったけど、はい、でここですねページ数を指定できるんですね。でここでここであればマックス1000ページまでは追加することができます。意味が分からない。さっきは100以上ダメだったのに追加だったらいけるってことなの？追加ならどうもいけるんですか？はあ、はあ、じゃあマックス1000だから、例えば1500って入力してさっきみたいにダメみたいなこと言われちゃうんです。多分ですねこれを1500とか入力して今入ってるんですが、これ別の項目をクリックすると多分こんな形で今1000に直っちゃうんですね。これあ戻った中野さんだ。あ、はい、なるほどね、はい、まあ、じゃ あの限界が1000になるってとこなんだね。なので一応1000は足せます、はあ、じゃあ8ページに1000を足すから1008ページまでいけるってことなの。じゃあ実際にやってみましょうか。はい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 、はい、であとは OK ボタンをクリックします。はい、総ページ数が上限を超えています。あら怒られた。あれ上限の鬼が出てくるんじゃないですかこれ。あら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 、上限の鬼が出てしまいましたね。あれ、あ、なるほど、限界はどうも1000だと。まあだから今1008ページに膨れ上がっちゃったからダメなんだね。そうですね、1000は入力できるんですけど、なるほどなるほどね、じゃあここには998992、ああそうか992だよね、を入れられるってこと。これも入るんですね、うん、あら、じゃあ実際にやってみようと思います、うん、もう僕は今算数ができなくてもうちょっとしたショックだったよいけんの。なかなか、初めて見る警告ですね。よいしょ、行きましょう。あ、出ます。あ、行きますね。いけるの。さあ時間かかるんでしょうかこれは。1000ページなんて白紙の原稿とはいえですね。じゃああれか、最初の段階で100ページ作れるけど、100ページ作って追加やる場合は900までしか入れられないと、っていうことです。いうことの、はい、じゃあ1000ページ作った状態でそこから追加ってことは可能ではない。あー、なるほど、多分これだったらいけるんだと思うんですね。
もうまあでもちょっとやってみないと分かんないですね。なのでこの1000ページで作り終えるまで、はい、少々お待ちください。あー、すごいですね。今こういう状態ですね。そうですね。お、早くなっていけない。早く、早く、早く、早く。999。ドキドキする。何このじらし。お、大丈夫。なんか嫌な予感がしてる。なんかくるくる回せんだけど。なんか、うっつって、なんか毒盛られたような感じになっちゃって。ちょっとここ今触れないですね。うわ、これはこのままやると、うん、何か押すと固まるパターンですよ。ね、うわ、大丈夫か。このまま正気に戻ってくれればいいですけども。頑張れ。ラスト1ページ。ね。いやー、999から線が遠いですね。ね、キキとトンボがこう、うわーってなってる。これ頑張れ。もうちょっとだから。いけるのかこれは。うわー、最後に試練が待ってましたね。まさか。あ、来た。終わった。終わった。終わりましたよ。終わりましたね。これは1000ページ一気に表示とかできないの？これできます。できるの？このページ管理ウィンドウは、はい、キャンバスと同じくスペースキーとかスペースコントロールキーを使って拡大縮小できるの、うん、なんでスペースキーを押して手のひらツールに切り替えて、はい、スクロールすることでき、おぎゃ、重っマジかなるほど。でできますし、うん、さらにスペースコントロールでさらにアルト、オルトキー押すと、はいはい、縮小できるんでしょ？できるんですが重い重い。今スペ一回、うわ、来た。今何ページぐらい？100ぐらい入ってるよね今ね。そうです、100は入ってますね。うん、1000ページお願いします。スペースコントロール、オナシャス、オルトキークリックで縮小を、2倍の時間かかるんでしょ。おそらくは2倍どころか4倍ぐらいの時間かかる可能性。あ、でも反応してるな。反応してる。本当だ、固まってはいない。あ、これが限界なんだ、ね、なるほど。小さくできることは小さくできるけども、これ以上小さくする意味はないと。そうです。なるほど。今のこれで一つ、まあ、大体100ページぐらいは、うん、そうですね、まあ、100ページざっと見れりゃまあいいわな、普通に考えると。97で1000ページ並べる必要がないもんね。そうですね、これが最大の縮小率、ね、なるほどね。じゃあちょっとスクロールでお願いしたいと思うんですが、でもいいね。おっ、最後の線、いや、いいね、素晴らしい。じゃあ1001ページはいけるんでしょうか。おっと、じゃあ1000ページ目をクリックして、そこから1ページなりが追加できるかどうかですよね。じゃあまずページ管理で、重いなページの追加がグレーアウトして選択できないんですね。ああ、じゃあもう本当に1000ページ作ったらごめんけど違うファイルを作ってと。そうですね、追加でいけるのかなと予想はしたんですが、どうも違うようで、はい、なるほど。そうですね、私と操作方法違ってないはず、うん、もし先生に、ね、違うよなんてありましたらちょっとコメントとかいただければと思います。そうですね、はい、先平随時受けるよって方いらっしゃったら、 その方法を仲間さんに、そうですね、コメントいただければと思います。なるほど、じゃあ本当に1000ページっていう上限があって。そうですね、なるほど。あ、へえ、なんか私もへえと思う。ねえ、まあだって100ページまで追加できて、追加したページからだったら1000まで増えたわけだから、はい、なんかイメージとしては1100まではいけそうだったけども、そうです、もう最初に作った時点から全部ひっくるめて1000じゃないとダメってことなの、ね、へえ、まあ、クリスマス、まあ、新規作成の場合は上限が100ページ、はい、でさらにそこからページを追加を行ったとしても、クリップスタジオ全体としては1000ページまでが上限。なるほど、1000まで入力できるけども、でも入力したところで1100にはならないと、ということですね。はあ、
なんかすごい、なんか僕はこの無駄な知識をどこで使えばいいのか分かんない感じになっちゃってるけど、まあ、全くもってへえとは思うんですけど、まあ、いつ使うのかはさっぱり分かりません。まあまあまあすごいへえはたまったおかげで、へえって足せないんだと。なるほどね、はい、まあ確かにこの労力かけてね、この無駄なことするってなかなかないと思いますから、はい、ちょっと中山先生には、まあ、今後もね、はい、なんかできるのっていうのをちょっとまたお願いしていってみたいなと思います、はい、クリップスタジオですね、それぞれのこう限界上限を探ってみたいと思います。なるほど、いや楽しみこのシリーズ。今回の動画がめちゃくちゃ良かったという方いらっしゃったら、ぜひともチャンネル登録高評価いただけると嬉しいです。また中野先生1001ページこうやって作れるじゃないですかという方いらっしゃったら、ぜひともコメントいただければと思います。はい、さあでは今日の背景美塾の動画はこれでおしまい。次回もまた見てくださいね。